どうも皆さんこんにちは。今日は2022年4月の24日日曜日ですね。天気はこの後雨が降ってくるようなそんな天気でございます。春のですね天気変わりやすいというようにですね、いろいろね、1日ごとに変わっていくような形でございますね。昨日同様に KIA85 系が、こちらに、ね、残っておりますので、本日飛騨号の増結については1号の6両編成のみでございますね。飛騨1号6両編成、はい、南紀号については7号が、ね、2両編成での運行となりますので、オール3両ではございませんね。さあ、こちらですね、本日唯一の増結の飛騨1号ですね、6両編成でございます。さあ、飛騨1号ですね、6両編成での登場ということでね、本日コールインタクティーカーですね、増結なので、最近ちょっと飛騨号の増結についてもちょっと控えめな感じがしておりますね。そんな印象が出ております。さあ、飛騨についてはですね、H85 のですね、D2 編成、D3 編成がね、もう名古屋の車両部にちょっと入ったりとかですね、いろんなね、こういうまたね、増えていくような形でございますので、ね、まあ、どうなるかというところですね。ちょうど切り替わりのところですのでね、時期ですので、まあ、ちょっといろんな編成が名古屋車両部で見られる、そんな感じですね。さあ、85の4なのでね、あの全面帳簿が約束されているような、そんな感じでございますね。さあ、快速組へ51号が出発をしていきました。その左隣には先ほどの飛騨1号が止まっておりますね。さあ、南紀1号ですね、南紀1号紀伊勝浦行き、これはですね、1号6号についてはこの編成、7号については切り離して2両編成というようなそんな形の、ね、編成になっておりますね。さあ、キハ85の1とキハ85の1114がついておりますね。さあ、こちらについては85の14ということでね、14揃いとなっております。さあ、帰りの名古屋車両区でございますね、雨なのでちょっと取りにくいそんな感じでございます。飛騨号の、ね、各編成が出発を待っておりますね。さあ、そんな形で動画はこれで終了でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またですね、撮っていきたいと思います。ぜひともご視聴ください。チャンネル登録まだまだぜひともしていただけると助かりますね。よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。